やっぱり iPhone ケースはモフトだわ。9月20日に発売された iPhone16 シリーズ、僕もね、無印とプロモデル両方買って、このチャンネルでもファーストインプレッション動画を公開しました。まだご覧になっていない方はぜひね、ご覧になっていってください。その動画のコメント欄で、おすすめのアクセサリーありませんかとかね、コメントもあって、やっぱりね、皆さんケースに関する関心も多いかと思います。今日紹介するモフトのケース、 iPhone15 Pro から使い始めて、もうね、1年間ずっとモフトのケースだけを使い続けてきました。このね、1年間使った後の感想とかね、耐久性の変化とか、この辺もね、紹介しながら、16シリーズも販売されたので、こちらもね、紹介していこうと思います。とにかくね、この素材の質感、耐久性、とても気に入ってます。めちゃめちゃおすすめの iPhone ケースなのでね、ぜひ最後まで見ていってください。まず一つ目、モフトのモーバスというレザーケースになります。もうね、やばくない？最高なんですよ、この質感、かっこいい。独自素材のモーバスは、肌に馴染む柔らかな質感でありながら、高耐久で汚れにくいっていうのが特徴的です。この大人感、上品で洗練された最高の仕上がりとなっています。今回ご提供いただいたのはジェットブラックというカラー、他にもミスティーグレー、トープ、ストーングレー、デザートゴールドの合計5つのカラー展開があります。はい、iPhone16 のケースと紹介するんですが、こちらの色がトープというカラーとなっています。自分が買った iPhone のカラーに合わせて選んでもいいし、白の iPhone に黒のケースとかね、そういったグラデーションを選んでみてもかっこいいですよね。ほんとね、この黒のカラーと肌触り最高なので、しっかりと映像に映るようにしますね。トープはこんな感じ。はい、デザインと構造を見ていくと、まずはカメラフレーム、 1mm の高さがあり、レンズをね、保護してくれるような高さとなっています。デコボコしてる場所に落とせば、ちょっとね、危険にはなるんですけど、平面では接触しないような作りになっていますよね。ディスプレイの面は高さ 1.3 ミリあって、こっちの方がね、少し高さありますよね。本体に接する内側の面はスウェード生地、ここもね、質感高い。ソフトな肌触りで iPhone が優しく保護されるというかね、もう iPhone 自体がね、喜んでると思ってます。底面はしっかりと保護がされているタイプ、スピーカーの穴にぴったりフィットする形で、見た目も最高だし、保護性能もね、高めですよね。はい、ボタン周り見ていきましょう。金属製のね、高反発な材質が使われています。クリック感も素晴らしく、ここの金属もね、高級感あります。今回の iPhone から追加されたカメラコントロールの場所は、くり抜きがされている形となっています。なんだよ、くり抜きか。 iPhone の純正ケースはカメラコントロールも保護されているぞと思った方、あのね、このくり抜きの形、割と正解だと思いますよ。というのも、僕もね、ケース買う前にビーツが出している、純正のケースとかを検討してたんですけど、このくり抜きがされているケースだと、カメラコントロールボタンがね、認識しやすいんですよね。例えばポケットに入れた状態からカメラを撮ろうって思った時に、親指が本体のチタニウムの感覚、触ってすぐわかるようになっているので、ボタンを間違えることなくカメラをね、呼ぶことができるんですよ。あとね、忘れちゃいけないのが、後ろマグセーフのマグネット対応しています。このマグネットがね、非常に強力なんですよ。参考までに、僕はシャオミ14ウルトラも使っていて、これね、自作でマグネットリングつけてみたんですけど、こういったマグネットってわかりますかね、つきはするものの、ちょっと安定感に欠けるんですよね。モフトのケースのマグネットは非常に強力で、なんかこの音からわかりますよね、しっかりしてるのが。こういったアクセサリーはもちろん、充電するときもね、しっかりと吸着してくれるので、その辺もね、非常に便利です。iPhone16 もね、同じような感じ。おお、いい音。こちらのモーバスはしっかりとした保護を保ちつつ、デザインもね、楽しみたい方向けとなっています。動物性の革じゃなくて、環境にも優しいし、ほんとね、これ大人っぽくてかっこいいですよね。はい、続いてはね、こちらのクリアケース。はい、このクリアケースの特徴は、やっぱなんといってもこの透明感。そして両サイドは切り抜かれた、まるでケースをつけていないようなね、開放感なんです。まずデザイン、カメラフレーム見ていきましょう。こちらは 0.7 ミリの高さがあって、レンズ保護に役立っています。さっきのモーバスに比べると、若干ね、薄い仕上がりとなっているんですよね。ディスプレイ面の高さも 0.7 ミリ。結構ここはね、画面スレスレです。今、ガラスフィルムをつけた iPhone に装着しているんですが、
高さがね、なんだったらガラスフィルムの方が上になってくるのかな、そんな感じ。この4つの角には加熱性のエラストマーというものが使用されていて、約ね 1.2 メートルの高さからの落下試験にクリアしているそうです。正直ね、 1.2 メートルといったらやっぱ人間が持った角度から落とすぐらいになっているので、まあ、普段使いとしては、まあ、いいのかなって感じはするんですが、まあ、若干ね、耐久性に関しては弱いような感じがしています。重さはケースだけで 27g。 やっぱり特徴はこの透明度の高さで、約ね1年間透明度を保つ実験にクリアしているそうです。ここはね、ちょっと実際に1年間使ってみないと何とも言えないことなので、もしねめっちゃ黄ばんできたら速攻動画上げます。またね1年後にね様子見てみようと思います。こちらのクリアケースはもうとにかく軽くで、サイドフレームですよね、サイドはくり抜かれている形になっているので、ほんとねケースつけてないような感覚で持つことができます。やっぱり iPhone16 Pro といったら側面チタニウム、ここをね見せつけたいところではあるんですけど、ケースつけちゃうと隠れてもったいないなっていうのがね悩みというか思っていたことなんですけど、このねサイドがくり抜かれたケースによってチタニウムをこうやって見て楽しむこともできるし、せっかくいい素材使ってんだったらね、触れていたいし見ていたいっていうのがね、このケースだったら叶いました。そういったところもね、いい機能ですよね。なんだったら iPhone ケースつけないで持ちたいんだけど、ちょっとそれは心配だなって方にね、ぴったりのケースとなっています。後ろの白いリング、マグセーフ対応となっているので、こういったモーバス同様強力な磁力を搭載しています。はい、そしてね、何回か登場してたこちら、モフトのね、8 in 1多機能スタンド。これもね、紹介しようかな。これまでのね、モーバス、クリアケースに対応している画期的なね、アイテムなんですが、8種類の活用方法があります。そう、単純に、こうやってね、iPhone の裏にくっつけるだけなんですけど、開けば速攻スタンドになる、そんな感じなんですけど、その他にも、こうやってね、わかりますか？高さを出せる。さらには内側カードホルダーになっていて、最大2枚までねカードを収納することができます。あ、2枚はね結構ガチガチかな。カードを入れた状態で NFC 対応となっているんですが、こうやってね閉じた状態だと反応ねしにくいことがあるので、ここはね開いて使うなどの注意が必要みたいです。こういったカードホルダーもあるんですけど、これもねモフトです。そう、以前のはねちょっとこう入れるところがね結構硬かったんですけど、この8 in 1のホルダーに関しては結構余裕があって、カードスッと入るようなねいい感じの作りとなっています。カードの全然よ、下なんか絶対落ちない。そして様々な角度になるスタンドとしてね使うことができます。まずこれでしょ、もちろん横置きにも対応。そして高さを出して横置き、縦置き。ここのねクリップがしっかりしていて、角度がほんとね自由自在なんですよね。そう、ただちょっとピヨピヨはする感じがあるんで、あんまりここでこうやってね連打するような作業してると若干揺れはね気になるかなっていう感じ。はい、このねモフトのセットというかね、このマグネットとケース側のマグネットがね非常に強力なんで、こうやって持っても落ちないんですよ。つまり自撮り棒としてこうやってね長さをね出すことができます。そんなこともできるよって感じかな。メインとしてはスタンドとしてねこうやって置いておくことで、まあいろんなね通知とか分かりやすくなったりするので、ね、その辺いいな。カードケースもついてるしね、めっちゃ便利なスタンドとなっています。一応ねモフトのケースじゃなくてもこうやってねつけることができるので、お使いのマグセーフ対応のスマホケース持っている方にも結構便利に使えます。もちろん iPhone の本体にもマグネット内蔵しているので裸でも使うことができます。僕のお気に入りはこうやって高さ出して置いておいたり、まあ、この場合は縦の方がいいのか、どうでしょう、これいいんじゃないでしょうか。あとねシンプルにこの黒のモーバスのケースに赤色のスタンド、めっちゃかっこよくないですか、黒と赤。あ、そうだ、ちなみにねカラーに関してなんですが、サンセットレッドっていうカラー、ホームページのものと比べると真っ赤っていうよりもねちょっとオレンジみかかった、そんな色となっています。ちなみになんですが iPhone15 の時からこのねモフト使ってきました。1年ずっと使ってきたんですけど、どうでしょう、汚れとか破れ
傷、マジで見当たんないんですよね。この iPhone は妻が使っていて、まあ、女性の方ってやっぱりこうハンドクリームを塗る機会とか結構多くて、ベタベタするようなシチュエーションが多かったんですけど、高耐久で汚れにくいこの素材のおかげで、もう今見ても1年使ったとは思えないようなね、そんな印象を持っています。普通ね、こういう角とかね、黒ずんだり茶番だりするんだけどね、そんなのもパッと見はないんですよね。すごいね、綺麗な状態を維持してくれます。はい、最後にね、番外編としておすすめのガラスフィルムも紹介します。はい、こちらミマソでいいのかな、ミマソのガラスフィルム、これがね、Amazon で1700円くらいで販売されていて、ちょっとね、買ってみたことないメーカーだったんですけど、買ってみました。中は2枚のガラスフィルムと専用の取り付けキットも付属されています。もちろん iPhone の画面をクリーニングする類も入っているんですが、とにかくね、これが良かったんですよ。今ね、 iPhone16 Pro につけたんですけど、とにかくね、つけているのがわからないくらいの高純度の透明感を誇っています。取り付け方もキットに入っているフィルムを引っ張るだけで、気泡とか入らずにね、すごい綺麗にね、つけることができました。透明感もあって滑りやすく、厚みもそこまで厚くなく、非常にね、高品質なガラスフィルムだと感じました。今日紹介したモフトのケースにも干渉することなく、しっかりとね、取り付けられることができたので、ガラスフィルムなんかいいのないかなって探していた方、ぜひチェックしてみてください。概要欄にね、詳細貼っておきます。というわけでね、今回はモフトのケースとガラスフィルム紹介していきました。もうね、本当この1年間使い続けたケースでも傷とか劣化みたいなのがほとんどなくて、ほとんどっていうかね、ないんですよ。もう本当に使ってよかったなって思えるケースだったので、ぜひね、まだ iPhone ケース決まってない方とか、これから iPhone16 買うけど何かいいケースないかなとか探していた方は、ぜひね、参考にしていただければ嬉しいです。このモーバスは本当かっこいいから。そんなわけで今回の動画終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。